にちは、古田博文でございます。さて、好評をいただいております古田博文の第49回はこちらでございます。大東亜戦争その3、死闘と題しまして、日系文化振興会さんの主催、毎日本と事業づくりジャパンの各社各、組織の講演をいただいて行います。今回は死闘と題しまして、大東亜戦争3年8ヶ月にわたる我が国と堂々たる戦いぶりを中心に小田節の魅力たっぷりをお伝えする予定でございます。今回も東京公演を先に行います。7月26日日曜日、次回は日曜日になります。いつも土曜日に行っておりますが、次回は日曜日になります。お気をつけください。7月26日日曜日の午後3時から、しかも会場が変わります。いつもやったら飯田橋ですけど、今回は同じスター貸し会議室でも浅草にあります。浅草の駅前 のビルの5階でございます。1階には有名なカレー屋さんがあります。そこの5階で行います。いつもと会場が違いますし、まだ日曜日に行いますのでご注意ください。なお開始時間は午後3時からでございます。一方、大阪公演も行います。大阪公演は平成27年8月1日土曜日午後2時から、こちらもいつもやったら日曜日なんですけども、今回に限り土曜日になります。でこちらは会場はいつもと一緒です。大阪市立総合障害学習センター第一研修室で行います。東京公演が7月26日日曜日の午後3時から浅草で、大阪公演は8月1日の土曜日午後2時から、総合障害学習センター第一研修室でそれぞれ行いまして、指導代はいずれも金1000円でございます。第48回歴史講座のレジュメが小冊子と言われるぐらいすごい量になっているんですけども、おそらくその3も同じような形態だと思います。皆様に、素晴らしいと思っていただけるような内容の小冊子を作りまして、皆様のご支援をお待ちしておりますので、ぜひとも多くの皆様のご参加をよろしくお願いします。